皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生の国語、大きな株3時間目の内容です。国語の教科書、学習計画表、ワークシート ③ 3を用意してください。 用意はできましたかそれでは今日も一緒に国語の学習を進めていきましょう2回目の学習ではおじいさんの願いがかなって株が大きく育ったことを確かめました大きな株ができてよかったですねでも 大きくなった株を抜くのは大変です。大きくなった株はどのように抜けたのかな3時間目の学習は、株を抜く様子を楽しく読みましょう。です。うんとこしょ、どっこいしょと声をかけながら楽しく読みましょう。 教科書84ページを開いてください。うんとこしょ、どっこいしょは何回も出てくる言葉ですね。どんな気持ちで、どんな風に読みたいですかそれでは、84ページを開いて大きな株のお話を 声に出して一回読んでみましょう読み終わったらワークシート1番の四角の中に丸印を書きましょうそれでは動画を一回止めて読みましょうお話の中に株がなかなか抜けない様子がわかる言葉があります四角の中に どんな言葉が入るでしょう教科書の言葉を振り返ってみましょう。資格の中の言葉を一緒に読んでいきましょう。おじいさんは株を抜こうとしました。ところが株は抜けません。おじいさんはおばあさんを呼んできました。それでも 株は抜けません「おばあさんはまごをよんできました。まだまだかぶはぬけません。まごはいぬをよんできました。まだ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 ぬけません。いぬはねこをよんできました。それでも株は 抜けませんねこはねずみをよんできましたやっとかぶはぬけましたさいごにねずみがきてやっとかぶがぬけましたちいさなちからでもみんなでちからをあわせるとおおきなちからになりますねつぎにかぶをひっぱる みんなの気持ちを考えてみましょうみんなは心の中でどんなことをお話ししているかな一緒に壁を抜こうとするつもりでお話ししてみましょう思いついたらワークシート ② 番2の吹き出しの中に書いてみましょうそれでは動画を一回止めて書きましょう みなさんはどんなことを書きましたか今度こそ株を抜くぞもう少しで抜けそうだ頑張ろうみんなで引っ張ればきっと抜けるなどいろいろ想像できましたかみんな力を合わせて株を抜こうと頑張っていますね。やっと株は抜けました。 という文の中の「やっと」という言葉からみんなが何度も何度も株を引っ張って抜こうとしたことがわかりますねそれでは「うんとこしょ」「どっこいしょ」の掛け声をどんなふうに読むか考えてみましょう1回目から6回目までの「 うんとこしょどっこいしょを声の大きさや読む速さを変えて読んでみましょうどんな風に変えるか決まったらワークシートの ③ 番に書いてくださいそれでは一回動画を止めていろんな読み方で試してみましょう皆さんは 「うんとこしょどっこいしょ」の声をだんだん大きくしていこう。少しずつゆっくりと読もう。最後は思い切り声を張り上げて読もう。などいろんな工夫が考えられますね。みんなの気持ちがよく伝わるように 大きな株を読みましょう。一緒に株を引っ張るつもりで読んでみてください。読み終わったら、ワークシート番の四角の中に丸印をつけましょう。おうちの方に聞いていただくのもいいですね。それでは動画を一回止めて読みましょう。 3回目の学習では、なかなか抜けない大きな株をみんなで引っ張る、うんとこしょ、どっこいしょの読み方を工夫しました。学習計画表に振り返りをしましょう。株を抜こうという気持ちで大きな株を読みましたかそれでは、 ままとめをしましょう今日は株を引っ張るみんなの気持ちを考えましたその人の気持ちを考えて読むと楽しく読めますね3時間目は大きな株の読み方を考える時間でした読み方をいろいろ変えてみるとお話が もっと楽しくなりますね。自分もお話しの中の一人になったような気がします。国語の学習もワクワクしてきますね。お話しの世界が広がります。いろいろな本にまた出会えるといいですね。